ジャネット島は、ロシア領東、シベリア海のデロング諸島東端に位置する島である。アメリカ海軍のジャネット探検隊により1881年発見され、隊長であるジョージ・ W ・デロング少佐の命で名付けられた。面積3.3平方キロメートル、長さ2キロメートルで、諸島で2番目に小さな島である。最高峰は351メートルで、 島の大部分は砂岩で形成される。それを万年雪や氷河が覆っている。島は発見当時にアメリカが海外領土として宣言したが、その後はロシアが実効支配している。メルビルによるジャネット島のスケッチジャネット探検隊は1879年に出発し、隊長はジョージ・ W ・ロングが務めた。その主な目的は当時存在が確証されていなかった。 ウランゲリ島を発見するのと北極点に接近することだった。しかし、同年9月、探検隊は島近海に接近し、ヘラルド島を発見したが、その後数百マイルも北極海をさまよった。その間にウランゲリ島の北を通過し、1881年5月に再びジャネット島とヘンリエッタ島に接近、発見した。 翌年の1882年6月2日3日には一行がこの島を視察した。その際、記念碑を建造し、デロング少佐たちが島を発見したと記録した。なお、1882年度海軍長官報告書16ページには、彼らは島に正常期を掲げ、アメリカの領土であると宣言したと記されている。1914から15年には、 島の地図を作成するため、ボリス・ビリキツキー率いるロシア帝国北極海、航路探検隊が最氷船バイガー地方で接近を試みているが、熱い開票に阻まれ失敗に終わっている。なお、現在のロシア連邦政府は、ジャネット島を近海の島と同じく、ロシア領の一部だとしている。この主張は、ソビエト連邦時代から引き継がれている。ありがとうございます。